はい、シャルウィーダンスの解説ですね。これは、3部、パート1、パート2、パート3で分かれてて、先ほどの、負けないでと同じように、一番ベースのところ、これがドロップ D になってますよね。じゃあドロップ D からいっちゃいます。ドロップ D っていうか、順番にいきますか。はい、あれですね、リピートマーク繰り返しなしでそのまま最後までいく形ですね。二調調で始まって、途中補調調に転調してまた二調調に戻って終わるっていう、そんな形ですね。調が変わりますので、シャープの位置しっかり確認して、臨時記号も結構ありますのでね、それも注意して演奏していきましょう。ポジションもね結構変わるみたいですね。パート1からいきます。まずこれね、斉藤さんですかのアレンジ、これのポジションに、沿った形、運指はちょっとねいくつか、こんなのもありますよっていうのを付加していきたいと思いますけども、はい、前奏ですかね。最初の4小節、これは2ポジで始まってますね。ちょっとミーフシャープが使うとこありますので、ここの切り替え、そこが一つパート1 の、 最初の前奏のポイントでしょうかね。まず最初は1ポジでスタートしてますけど、2ポジでスタートしてますけど、こんな形で、2ポジにするっていうね、要は2小節目の、3拍目の表、この時に、この時に、2ポジになってれば OK ですのでね、ここが一番注意するポイントですね。あとは2ポジでも1ポジでも弾きやすいようにしていただければいいと思います。これがポイントですね。で、その後、小指ね、離してもらってもいいんですけども、押さえたまんまにしとくとね、左手が安定すると思います。音が邪魔しなければね、別に押さえておいていただいて構わないと思いますね。で、2ポジで進行していきますね。ドルチェって書いてありますので、ちょっと弦のね中心寄りに近いところで弾くと音が柔らかくなりますね。ここら辺は皆さんで、どこら辺で弾こうかな、どんなぐらいのドルチェにしようかなっていうのを決めていただければいいと思います。10小節目からねちょっとこうゆったりした感じになる、そんな感じになってますね。ここまで2ポジで行くときに、この人差し指、このドシャープ、これをね、できるだけ離さない方がいいですね。もちろん開放を使うところがあるので、そこは離していただいた方がいいかと思うんですけども、いいかと思うじゃなくてね、離さないでこちらを使うという手もありますけども、基本的に、邪魔にならなければ人差し指は置いといた方がいいと思います。5小節目のちょっと手前からいくと、これで5小節で押さえっぱなしで、でここで離して、で、できるだけ離さないで押さえておいた方が左手安定しますね。11小節目からちょっとゆったりした感じになるところですね。はい、ここら辺も、皆さんの位置を合わせて、できるだけばらつかないようにしていきましょう。
14小節からアテンポになってますね。二重重線の割り、でここで4ポジですね。ポジション、4ポジにこう変わって各ポジションどんどんこれ変わっていく感じですけども、あの人差し指をできるだけそこのポジションからね、あの離さない、あの意識すること、あのそこから、ちょっと浮かす時があったとしても、あの大きく離さないで、でちょっと浮かすっていう形でそのポジションを意識しておくと、こう場所をね、あの見失いづらいです。左手見失いづらいですね。18小節から、18じゃない、まあ、あの16の4拍目から、4ポジになってますね。これ9拍入ってますけどもね、あのとりあえず最初は9拍ね、そんなに意識しなくていいです。曲として完成させるときに、まあ、しっかりとあのそこでこう消音するということを考えていきましょう。1、2、ここでポジション1ですかね。まあ、ポジション1ポジション2が混ざってますね。あのここで、あ、ちゃんと書いてありますね。中指で、あのどちらでもいいと思います。これもさっきと同じところのポイントですね。26、21、28小節、ここであの人差し指にすると、あの、その先が楽になりますっていうか、あのここまではあの1ポジ2ポジ、どちらでもそんなには、まあ、上譜とも弾きやすいと思いますけど、さっきと同じですね。同じですね。ここから、シャープが4つになって補聴調になりますね。うん、スタカートがついてますね。これスタカートもね、あのつけるの後でいいですよね。あのある程度指が慣れていくから、まずはあの音をそのタイミングで出すということを重視してください。うん、で、これもスタカートがついてますね。まずは4制覇で、あ、ごめんなさい、31小節から。今ね、ここは小指でこう、31、32、押さえてますけどね、あのもちろん中指でもいいんです、あのいいんですけども、その後の流れ考えると小指の方があの、まあ、こう持ってきやすいかなっていう、あのこう押さえの流れが、32からだと、あの形になってますのでね、この2弦の、あの上に小指を置いといた方があの流れがいいかなっていうふうに、あの思いました。あのもちろんその都度押さえていただいてもいいので、あのまあ、あのいろんな節あると思いますけども、自分の、綺麗な音を出しやすい、押さえやすい節にしていただければいいと思います。一応ここ小指で押さえといて、あのそうすると31もそうですかね。31も、まあ、ここら辺、これが押さえつければこれでもいいです。あのこれが別にそんなに不自由に感じなければこれで押さえておいて、あの、うん、という形
形で小指をずっと人間に押さえておくっていうのもいいと思います。まあ、それが自分はミスが少ないような気がしますけどもね。はい、34小節から「うん」で、これ裏拍ですね。うん、はい、ちょっとリズムが取りづらいというか、まあ、慣れましょう。34から、だと「うん」。入りですかね。4ポジですね。人差し指スライドで4ポジになってますね。ここは全音符ですので伸ばして上が。はい、すみません。補聴調でしたね。Aシャープです。しっかりこの節を伸ばして、うん、でここからちょっとあれですね、アルペジオっぽく、ポジションにですね、D7 の E で B7 これコードをね意識するとこういうのっていうのは分かりやすくなりますよね。38、36、40から、これレナチュラル、これがありますけど、D7 の形、B7 の形で、別には E、G の形で、また B7。はい、42、43、44。まあ休符最初は、そんな頑張って、消音しなくていいですけども、皆さんと合わせる時には、最終的にね形にする時にはしっかりと消音するようにしましょう。46にはスタカートついてますね。これも、最初は無視して、最終的には歯切れよくっていう形で、やっていただければいいと思います。最初いろんなことやろうとすると結構大変ですのでね、まずは、音を出すタイミングをしっかりとっていうところでいいと思います。46、47、48でまた2長調に戻りますね。ほとんど同じような内容じゃないでしょうかね、最初のところと。ですね、一番最後の小節4弦のラ、7フレットで、
人差し指親指人差し指まあこのこの2種のどちらかでラを4弦弾いて親指で受けて、で人差し指そのままスライド11フレットで、ね、最後これあんまり早くいかないで、ドンドっていうのは本来 のタイミングですので、寸前までちょっとね粘った方がいいんじゃないかなと思います。皆さんがこれでいいと思うならそういう表現もあると思いますけど、ちょっと粘って、こちらの方がね音符に近い感じに感じるかなと思いますね。はい、パート2ですね。こちら、伴奏パートになりますね。なんかちょっとリズム厄介そうなところがありそうですね。ごめんなさい、ここレが入りますね。トンタンが入った後、トントンタン、感じでしょうかね。これもまあスタカート入ってます。引いた指で押さえる、そんな形のスタカートでいいと思うんですけどもね。これも後でハニレよくしっかり入るようにしていただけるといいと思います。5小節目から、アルペジオみたいな形ですね。ベース音のところが、2分音符になってますので、ここをしっかり伸ばすように、これ離さないで、置いた方が安定しますね。9小節目、10小節目ね、こんなイメージ、F シャープみたいなこういうイメージで、ここで中指こんな形ですかね。それほど難しくはないと思います。その手前までは、5小節、5から9小節まではずっと人差し指ら、これを離さないでいて、その次は、F シャープ、みたいなそのイメージで、人差し指を取り払って、ここで中指を3弦から2弦に持ってくる、こんな感じでしょうかね。でこのまま薬指を離さないで、正波、2正波で、引き慣れた和音だと思いますので、リズムとかに注意していただければいいかなと思います。で、アテンポになって14小節目から、裏拍でこう入るのはね、慣れるとなんてことはないんですけど、慣れるまではしっかり「うった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 」っていう形でこう繰り返し繰り返し練習していってみてください。18、19の4拍目から20、ちょっとポジションあれですね、このなんかスライドみたいなマークが入ってますね。これをスライドみたいなマークあるっていうのは、多分ねちょっと引きずってそれっぽく音を出した方がいいんじゃないかなと思います。これ人差し指ごめんなさい、今19の4拍目なんですけど、これ人差し指にしといた方がここがこう通りやすいっていうところですかね、届きやすいっていうところですかね。小指と薬指、10小節で、10小節じゃない10フレットのところで、で薬指をスライドで、今度は、薬指と中指で、
重ねて、で中指スライドで人差し指戻して、まあこういうところはあの繰り返し繰り返し練習してみてください。覚えちゃった方がいいですよね。あのポイントはでこれで、この、小指薬指のこの、 あの 10フレットの形でこの薬指がスライドして、中指と薬指のこの7フレットの形でこれが7今度は、この中指が、この2フレットにこうスライドするっていうあのこういうイメージですね。で人差し指を戻してまあ、繰り返し繰り返しの練習で、まあ、スムーズにつながるように。このスライドのところはねあのそういうスライドっぽくあのこんな形、まああのまあ、極端にやると、こういう味を出した方がいいと思いますけども、アンサンブルですので、まあ、できるだけ皆さんが揃うようにね、こう共通のイメージを持つように、練習するといいと思います。23からまたアルペジオの形になりますね。これもね先ほどと同じように、先ほど、ごめんなさい他の曲のことかな、はい、ですね、23小節目から、まあ、Eマイナーみたいな形で、で次は D ですね、で A7をこう意識すると、分かりやすくなりますね。意識して、そんな形のイメージを、左手で、持っておくと、左手が、分かりやすくなると思います。26小節目、ポジション2を意識するとあのいいですね。ではなくてという虫になってますね。次は、E マイナー、D、はい、まあ、小音はね、小音スタッカートは、後回しにします。で、30小節の4拍目から、メロディー取りますね。主旋律を取ります。まず、5ポジで始まってますね。ここであの6ポジに変わりますね、30の終わりからまずは5ポジでここであのここで、人差し指が6ポジに来ます。こういう時にあの人差し指離さないといいですね。離さないでおくと安定します。
で、ポジション3になりますね。33の4拍目からポジション3で、ポジション4、失礼しました。ここで薬指が重なる形ですね。で、こうで、このポジション6ですね。4弦でそのまま小指をスライド、ポジション6をイメージして、今、34、35、36の4拍目。スライドですね。なるほど。で、また小指がスライドして、あ、ごめんなさい、そのままか。4、4、小指と薬指が並ぶという形ですね。ポジション6、これパート1はポジションを結構こまめに振ってありますけど、パート2の方が厄介です。これ、ポジションね、高い方っていうの、高音側の、ポジションってね、結構ね、早いうちに慣れるんですけど、低音側のね、ポジションって結構ね、時間かかるんですね、慣れるのに。で、パート2は結構ね、ポジション低い弦の方で、ポジション移動が結構頻繁ですのでね、これ2の方が多分難しいですね。すいません、ですね、31、その、ね、パート2が、旋律を取るところ、ここからね、もう一度やっときますね。あ、ごめんなさい、ちょっとここを解説してたね。46のね、パート2、これスライドがあって、グリッサンドって書いてありますけどね、このドシャープからね、これ弾いてすぐこう行きたくなるんですけども、しっかりとここで音階を取って、で、グリッサンドってなってますので、ここで音弾かないで止めますね。まず最初は4から7で、この9フレット4弦、これの4で、次は、6フレットで止めて隣ね、まあ、繰り返し、要は、ここで、止める。で、ここの止めた時に、その譜面と同じね、リズムになるようにっていうことですね。なので、最初にこう、装飾音みたいにすぐ移動させないで、そこにスパッと、タイミングはね、どんな感じにするかっていうのは、皆さんと話し合って、共通認識をしっかり持っていただけるといいと思います。というところで、パート2は結構厄介そうですね。30の、4拍目から、もう一回ちょっと弾いてみます。まず5ポジですね。5ポジで、まだ5ポジで、ここで6ポジ、人差し指が6に来て、で、ここで3ポジ、4ポジ
ライドさせて、これで6ポジになりますね。でスライドで、また今ここ5ポジにスライドしました。ですぐまた6ポジに戻って、で小指そのまんま、ここで4ポジですね。で並ぶところ同じ、フレットで、で小指またスライドして、今度はまた6ポジですね。6ポジ、ごめんなさい、小指スライドっていうのは別にこれ使うわけじゃないです、そんなイメージでっていうことです。ここでスライドして、でここで、また6戻って、今 5に行きました。でまた6に戻って、でこれでさっきのスライドのところですね。ここがまあ一番厄介なところですかね。はい、で二重重線で二長調に戻ります。46、44、48、こういう時ね、小指は離さないでこんな感じ、実際にはこれ四分音符なので離してもいいんですけど、イメージからするとこの手のやつっていうのは、まあ、離さないでおいた方が、まあ、よく響くことがありますね。まあ、話していただいてもいいですけど、四分音符分はしっかり伸ばして、もしくはこんな形ですかね。で、これ人差し指をね、スライドさせるイメージでこんな形がいいです。これ離さないですね、人差し指離さないで、これをスライドさせるイメージで中指を置いて、で人差し指スライド、さっきと同じですね、これも、人差し指スライド、全く同じですね、さっきと、人差し指をスライドして6ポジに持ってきて、で小指薬指重ねて、薬指スライドで、薬指と中指スライドさせて、中指スライドさせて、で人差し指戻して、19、20小節と全く同じです。58、ここも同じですかね。先日です、あ、ごめんなさい、パート1に行っちゃいましたね、失礼しました。パート2で、55、56から行きますね。さっきの、はい、これで、58のパート2、58のパート2で E マイナーA7、 あ、ごめんなさい、 D、 A、 同じですね、さっきと。63まで同じですね。63まで同じで、64から、
感じになったんでしょうかね。はい、64から、頭裏1拍目の裏拍で入りますね。形こんな形です、ね、F の形で小指が、これ G ですけどね、 F の形で、ポジション3で、小指がこれで、うん、これで取るとこんな入りになりますね。この正波をそのまま、中指と正波をそのままスライドさせるイメージ、うん、小節多分こうなってると思います。こうなってるっていうのは、この一弦をスライドしてこうですね。ちょっとこれ、弦が書いてないですけど、まあこの2弦で0から、こういう形も考えられますけどもね、ちょっとこれ弦が書いてないので分かんないですけど、まあ3の指4の指になってますね。これをスライドして中指と0、これにしましょう。まあこっちのが多分皆さん簡単に感じると思いますので、それでいいんじゃないかなと思います。はい、でドロップ D のパート3ですね。これもさっきと同じようにどういう形になってるか、二長調の場合ね、かなり、多いですね。二長調とか6弦をね、で例にドロップさせるっていう長弦は結構よく使われる、長弦です。さっきと同じように、ラーソーファーシャープミこれをね、しっかり確認しておいてから4弦と同じですね。4弦とオクターブになってます。ドシャープからそう、はい、比較的取りやすいリズムですよね。2段目5小節から、こうしばらく解放ばっかりですよね。この時にね、これ二長調 DA そうですね、A の時にはあでもいいのか、残してもねそんなにね不快にならない組み合わせではあるんですけども、まあ一応残さないでね、残すっていうか次の音を出すタイミングで消す、だから音をつなげて消す、それは、最終的にできるようにしておいた方がいいと思います。でラ、このラを弾くときに5弦から6弦を弾くときにちょっとこう触ってね、消す、逆もしっかりですね、そんな形にしておいた方がいいと思いますね。11小節目、うん、人差し指を離さないで、うん、でこんな形ですかね。まず、人差し指中指単三度の形、人差し指離さないで長三度の形で、薬指をスライドして12フレットで、そのまま10フレットに持ってきて、小指をスライド、半音スライドさせながら中指でそう、こんな形ですかね。14小節、うん、スタッカートがついてますけども、
引くときにちょっと早めに触ってね、消すっていうような感じの形があると思います。その先はごめんなさい、まああんまり、どうでしょうかね、そうですね、和音がね同じなら、響かせちゃってもいいかと思います。気持ちの悪くなる音っていうのは消しましょう。でトンタンタンタン、こんなような時はこれ残さないで、これよりはこちらの方が多分ね跳ねで良くなると思いますのでね、音は消した方がいいと思いますね。18、19、20小節みたいなこんな形の時はそのまま響かせても、苦にならないと思います。22のこんな時は消した方がいいですね。押さえて消すか、ちょっと浮かしてね離して消すか、どちらでもいいと思います。これも響かせちゃっていいと思いますね。26小節同じ和音で、同じ和音じゃない、あそうですね、同じコードの音で、響かせて気持ちよく響いてるのはそれでいいんですけども、歯切れを出した方がいいところはこう消す、スタカートがあるようなところはね、他の音はこう消した方が面白いかもしれないですね。はい、31から、補聴調になりますね。すいませんね、ちょっとパートがなんかいろいろごちゃになっちゃってて、ほとんどパート2、パート2じゃない、セーハー2で、人差し指が、ちょっとレーシャープがありますので、レーシャープの時にちょっとこちらに来るっていう、そんな形で、対処できるかと思います。基本的に、響かせちゃってもいいような気がしますね。31から、B で、これ E マイナーです。Eマイナーで、普通 Em はこうですけどもね、ミがここに来ちゃってますので、これで Em になりますね。Em じゃない、E なんですけどもね、これで、6、5、4はこんな形で押さえると、これが弾きやすくなってるっていう形ですかね。もちろんこんな形でこう押さえていただいても構いません。制覇でも構いません。一個一個押さえていただいてもいいと思います。ね、これで2フレットで、ごめん。
んなさい、これですね、失礼しました。これが補聴長の、ところですね。はい。そんなに弾きづらくはないと思います。レイシャープね、これ気をつけていただいて、こちらですね、ここレイのところ、こちらを使うっていうところですね。はい。46、47、48小節ラから、レにこうグリサンドになってますね。これラ7フレットですので、ここから、こんな感じでいってもいいです、ちょっと弾きたくなりますね、ここら辺の音は。まあ一応グリサンドですので、そのまんまですけど、ね、こんな形ですかね。で、ですかね、先ほどと、同じような感じだと思います。同じですね。64で、ここオクターブこんな形になってますね。レで、このまま半音ずつ下がっていきますね。ここでオクターブレのオクターブを作ってもらったら、こっちでもいいんですけども、一応ここ使ってますね。5弦と3弦使ってますね。半音ずつ下がって、で、これ全体切っちゃってもいいですね。で、6弦の12フレットから、そうですね、グリサンドになってますけど、弾いちゃった方がいいですね、これは。ね、弾いちゃった方が、かっこいい、かっこいいというかね、いいんじゃないかなと思います。4弦とね、5弦だけ、こんな形が一応譜面通りですけども、6弦も弾いちゃっていいんじゃないですかね。はい、以上ですね。結構これ、小気味よく弾くには、そこそこ練習が必要かもしれないです。特にね、パート2の補聴長のところ、これ結構慣れるまではね、大変かもしれないですね。特にこのポジションにこだわらないで弾くのであれば、そんなに、苦労しないかもしれないですけど、せっかくね、そういった音色を多分求めて、そこで、弾きましょうということにしてあると思いますので、頑張ってものにしましょう。人差し指の持ってき方ですね。これをしっかりと繰り返し練習して、ポジションを意識するというところ。
あと、そうですね、あのコードの形を最初に意識しといて、アルペジオとかをこう弾くと、その左手を動かさない、アルペジオではないんですけども、比較的その、形がね、分かりやすくなるというか、そういうところありますので、コードを意識した練習をするといいと思います。結構楽しめる内容だと思いますのでね、頑張りましょう。